放送席、そして甲子園球場のタイガースの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーローはこの2人、ルーキー森下選手、そして岩崎投手のお二人です。まずは森下さん、プロ第1号が決勝の1点になりました。この大歓声です。今の気持ち教えてください。いやもう本当全然打ちてなかったんで、なんとか、まあ、いい形で一本出たので良かったなと思います。8回裏まで0対0で迎えたあの打席、初球を打ちました。どんな思いでバッターボックスに立ってたんですか？いやもう積極的に、自分らしいバッティングっていうのを、心がけながら、まあ甘い球が来れば初球から打ってやろうっていう気持ちになりました。よう打った本田。あのホームランの感触、ご自身ではどうでした？いや、行くかなと思ったんですけど、もう本当に伸びろ伸びろってもう祈ってました、走りながら。そうですよね、よかった、よかった、本当によかった、マジよかった。初めてこの甲子園球場、ゆっくりダイヤモンドを一周しました。音声とか聞こえました？いや聞こえたんですけど、ちょっとそれどころじゃなかったですというのは、この時の気持ちっていうのは、いやもうなんかほっとじゃないですけど、まあ、やってやったぞっていうのはありました。よくやった、本当によくやった。そのやってやったというプロ第1号ホームラン、1点が入って、その後ベンチの仲間に迎え入れられた後もですね、カメラに向かってホームランのポーズありましたけど、あれ何ですか？あれはずっとやろうと思ってたガオガエンポーズっていうのをやっと披露しました。ちなみにガオガエンポーズはどんなポーズですか？なんかラリアットするっていうポーズですか？はい、ラリアットカメラに決まってましたよ今日。あ、本当ですか？どんどんできるように頑張ります。いいよ、ずっとこのポーズを見られるように楽しみにしています。もう一回コール持ってますから、次第2号を打った時にやっていただけますかね？はい、そうします。はい、そしてね、森下さん、今ズボンがかかっているスタンドに見えるんですが、これは何ですか？ホームランボールをしたので、ホームランボールが手元にやってきたんですか？はい、あ、そうですか、出していただけますか？こちらで、この第1号のホームランボールを、重みはいかがですか？はい、あります。そのホームランボールはどなたにプレゼントされる予定でしょうか？いやもう両親に、初ヒットのボールもまだプレゼントできてないので、それと2つプレゼントしたいなと思います。両親も喜ぶような顔が想像できますね。いや、よかったなと思います。さあ、お隣で岩崎さん、森下選手の第1号ホームランが出たというのはブルペンで聞いたんですか、見たんですか？いや、見てないです。肩をつくって、で外が湧いて、で、まあ、どうせ大きなフライとかでアウトだろうと思ったら本当にホームランでした。抑
そらく今日も4万2千人以上のファンの方が詰めかけてます。その方々のパワーで押し込んだとも言えるかもしれませんが、今日もパワーもらいました。岩崎さんもはい、ありがとうございます。また強い太陽の声が。その一点を守る9回、今日も岩崎さんがマウンドに上がりました。今日はどんな思いでマウンド上がったんですか？岩沢さんの10年連続勝利がかかっていたので、岩沢さんおめでとうございます。ベンチの岩沢さんも今喜んでいらっしゃると思います。今日はその湯沢投手と西純也投手と岩崎投手、完封リレー今シーズン13度目ということなんですが、投手陣、まあ、中心選手として今年の投手陣いかがでしょう、岩崎さん。いや、まあ苦しい時期もあるとは思うんですけど、その日のベストで頑張っているので、はい、これからも続けていきたいです。それでは最後にお二人からですね、明日以降、まあ、火曜日から DeNA との首位攻防戦が待っていますので、森下選手そして岩崎投手の順番にですね、火曜日以降の抱負を教えていただきたいと思います。明日からも明日じゃない火曜日ですね、はい、火曜日からもしっかり自分らしくプレーして、必ずチームの勝利に貢献したいと思うので、応援よろしくお願いします。頼む。西川選手でした。そして岩崎投手、締めていただけますか。タイガースファン、いつもありがとう。尾崎です。尾崎です。どうもありがとうございました。ベルフィーの森下選手、岩崎投手でした。放送席どうぞ。